長官、こんにちは。お前らはここで待て。参謀長、どうぞ。武将図参謀長、将軍。バカ野郎、说中国话。你们胆子真够大的，你们到底想要干什么？跟你做笔交易。我答应你们，让你们安然无恙地离开这里，但是有一个前提条件，就是把你们盗取的文件还给我们。你命都在我手里，还跟我谈条件？我死了，你们也一样要死。是吗？参谋长。条件吧，放我们走，带上那些文件。不可能！你们这些卑鄙无耻的窃贼！放你娘的狗屁！占我国土，杀我同胞！你们这帮小鬼子才是窃贼！说窃贼都抬举你们，你们连畜生都不如！弱肉强食，本是自然界的规律。好，我尊重规律。住手！参謀長、答えましょう。ダメだ。生きている限り絶対に許さないぞ。参謀長閣下、我が軍は湘西前線での肝心な時期です。将軍に何かあればすでに終わってしまいます。お考えください。どうか。バカ野郎、一旦情報をなくしたら我らは永遠に立ち直れない。先に奴らに答えましょう。分かった。我可以答应你们的条件。外で奴を捕まえてくれ。放他闭嘴。参謀長、答应了你们，我什么还不放人？这位兄弟，还得麻烦你再给我们这辆车。你，山口君，车だ。行け。車を呼んでこい。はい。参谋长。